工作で踏切や工事現場を作るときに便利な虎柄チラシ棒の作り方です。初めてチラシ棒を作る方には少し難しいので、今までにチラシ棒を何度も作ったことがある方におすすめします。型紙をダウンロードして作るので、たくさん必要な時に向いています。プリントアウトしたら外側の白い部分は切り取ります。斜めの線に沿ってきちんと巻いていくことが大切です。裏からでもこの線がわかるように折り目をつけておきます。巻き始めにようじを貼ります。折り目と直角に貼ることでまっすぐ巻いていく目安にします。斜めになると柄がずれてしまいます。線を目安に左右の押さえ方を調節しながらずれないように巻いていきましょう。たくさん作っているとだんだん慣れてきます。巻き終わりに糊をつけて最後まで巻き込みましょう。たくさん作って棒と棒を組み合わせたり、他のパーツを貼ったりして工作をお楽しみください。